はようございます。大家早上好。赤トンボ。ね。日本の秋を歌う曲ですね。小学校何年生だろう ?4 年生とかの時でしたかな。音楽の授業で、もちろん北京ですよ。で、この曲を習って、まあ、中国語に訳されたものを歌いましたね。赤トンボ、ね、夕焼け小焼けの赤トンボ。そう、日本のトンボは赤いかって思いましたね。当時北京のトンボが、黄色か、緑が主流だったかな。他の色もあるんでしょうけど、主流だったのはこの2種類だけだったかなと覚えています、うん、なので赤いトンボ、なんかね、こう唐辛子のようなトンボかなって、うん、思ったりしましたね。ぜひ日本へ行って見てみたいなって思いましたよ。まあそれで日本に来たわけじゃないんですけどね、うん、いい曲ですね。まあ昼間は暑いですけれども、灼熱っていうのかな、でも湿度がだいぶね、低くなって過ごしやすい毎日となりましたね。特に夜は虫の大合唱で、秋の到来を謳歌しているように思いますね。はい、それでは今日はここまでにします。どちら様もお健やかに。個人レッスンですが、対面でもオンラインでも生徒さんを募集しています。無料の体験レッスンもあります。興味ありましたらご連絡ください。お気軽に。それではごきげんよう。さようなら。再见。